待たせたな。はい、皆さん、こんばんちは、おついちでございます。それでは、ヒットマンアブソリューション第6話、ローズウッドをやっていきたいと思います。難易度、プロフェッショナル。子供たちがいないと本当に静かね。私もみんなと遠足に行けばよかったわ。ローズウッド。あなたね、よく来てくれたわ。ビクトリアが病気なの。少し前まで元気だったのに、いきなり呼吸が荒くなって、お医者様にも原因が分からなくて。あのネックレスは？ネックレス？ドレッサーの上よ。留め金を壊してしまって私が直したの。どういう仕掛けだ。誰か訪ねてきたか？いないわ。ビクトリアをすぐにここから移動させる。どこか安全な場所はあるか？地下室、地下室よ。すぐにそこに、俺はビクトリアを連れて向かう。分かったわ。神のご加護。行こう。残念ながらシスター、俺が神だ。戻ってきてくれたのね、約束通り。私、怖くて。さてと、ビクトリア、まず安全な場所に移動しましょう。心配するな。ダイアナにお前を守ると約束した。お前が何を経験したのか分かっている。もう誰にも傷つけさせはしない。さてと、どうやらエレベーターから上がってくるようだな。感じるぞ、向こうから何かがやってくる。静かに。ウェイドはそういうやつだ。皆殺しが基本なんだ。しかも楽しんでる。だから皆殺しが基本ね。なるほど、クズ野郎か。地下室で待っている。そこで落ち合おう。いいでしょ。上にあって。ああ、こいつら。シースターを殺してんじゃねえかよ。行くぞ。娘を探そう。どうやら今回は全員に神の裁きを与える必要があるな。その娘を見つけないとウェイドにケツの穴を増やされちまうからな。見てきてくれ。ささささささ。ああ、徹底的に探してる。まだ手がかりなしだ。心配しなくても見つけるさ。了解。大丈夫だ。お前はその前に死ぬ。死体？今回は隠すわけねえだろ。こんな奴らは隠す必要もない。散らばっくれるのもいい加減にしろ。知らない。オッケー。神父様、下の礼拝堂にショットガンがしまってあります。なるほど。
私はもう心配も危ない。危ない、硬いなこいつら。死んだか、すまなかったな、助けられなかった。だが安心しろ、お前の仇は必ず取ってやる。さて、ハンドガン一本っていうのは心もとないな。なんか武器が欲しいですね。オッケー。確かこっちに下に行くルートがもう一個あるはずだな。もう一丁もらうぞ。あるな、下にいるな。来るな。OK。上に回復1個あったよね。OK。さあ、どんどん来いよ。相手になってる。そこにいるな。分が悪いな。上に行こう。回復しといた方がいいかな。どうしようかな。回復しよっか。回復。まだまだうじょうじょいかな。全員排除だ。今回は全員排除する。クズ野郎は全員排除だ。さて、どこにいる？そこか。TMP か、もらおう。18発。援軍が到着。援軍なんぞお構いなしだ。全員入ってくる。横にいるんだよね。来ないかな。こっちから行くのは得策じゃないな。向こうにもある。痛い。あれ、外した。外した。ああ、外した。やばいやばい。ほいほいほいからの、OK。 ショットガンいいもん持ってるじゃん。お前ちょっとそれよこしなさいよ。それよこしなさいよ。まだ来るな。上は大丈夫かな。上がってきたやつを一人一人片付けてやるか。お前はしね。弾もらうぞ。痛い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 。やばい、上来てる。来るな。外して、いるんだよね、そこ。来るか。来ないな。こっちから見らんないかな。いた。
死にたいやつはどいつだ、出てこい、お前さ。さあ、体力やばいな。さあ、体力やばいぞ。どうしようか。リロード。回復したいな。全下か。向こうから回ろう。向こうから回復薬いけないかな。行きたいな。お、こっちは運よく手薄のようだ。そこに一人。回復がどっかに変わるはずだ。探そう。あった。オッケー。これでまだ戦えるぞ。リロードして。向こうは人が多いな。こっちに行こう。オッケー。さあ来いよ、来いよ。ここ当たんないな。こっちもあろう。おい、オッケー、ショットガンの弾をゲットしたぞ。やっぱクソ野郎にはショットガンがちょうどいいな。お似合いだ。リローディン。残り何人だ。弾は4発。外した。さてと、ここに一人、一人やって、まだいるな。OK、 やべ、後ろ。 OK、 危な。ほい、全部変わってきな。警戒解除。残念だったな。お前らクソ野郎に遊ばない。ちょうどここにパイプキットがありますね。オッケーオッケー。さて武器はマシンピストル持ってくか。125発十分だろう。んで、ヒューズを、そもそもヒューズを取らなくちゃいけないから、ヒューズどこ？あった。ゲット？もう一個はどこだ？こっちかな。よいしょ。ガソリン缶じゃない。ヒューズどこ？あった。三つ目ゲット。あと一つ。あと一つ。よいしょ。もう一個あれ持ってないかな。マシンピストル。二丁マシピにしたいな。ああ、みんな殺しまったよ。俺もだけど。オッケー。これで完璧だ。ん？どこだ？この辺にあった。 OK。 あとは地下室の電力供給を復
帰させれば OK だな。ここ迷うのよね。どこだっけ、向こうか。よいしょ。開けて。よいしょ。OK。セットするぞ。気持ちいい。こいつら。お前はタフガイなんだろ、レイ。どうだ、うるせえ。どうしたタフガイ、どうした、どうしたタフガイ。わかった、やってやる、やってやるよ。あ、黙れ、クソ女。やってやる。こいつをぶち込んでやる。注目だ、玉なしレニーの見せ場だぞ、見逃すな。やってやる、ウェイド。みんな見たか、スイカみたいに弾けたぞ。こいつらクソ野郎どもな。レニー。いいかレニー、お片付けは大人に任せておこう。お子様たちは眺めておる。いいぞレニー、いいぞ。全員死刑、死刑、全員お前ら死刑です。クソ野郎ども寝てな。この先いるか。よーし、わかった。お前らは全員排除する。今回敵は全員排除だ。そしてお前も死になっさい。俺だ。じゃあな。ここであえてするか。はい。1上がり？ 2 上がり？ 3 死がなくて？ 5、6、7 と全員入ってる。じゃあな。警戒解除。言っただろ、クソ野郎は全員殺すな。皆殺しが趣味なんだろ。俺も皆殺しが趣味でな。特にてめえらみたいな腐った野郎だな。いろいろ。おお、そうかい。俺も待っていたぞ、お前を殺す時をな。待っていたぞ、ケンシロウ。久しぶりだな。ユリアは返してもらうぞ。さあ、どこに。こいつを食らえ。こいつを食らいやがれ。こいつ。
残念だったな。おとなしくしろ、小娘。おい、ウェイダー、誰が玉なしだって、このクソったれ。俺をバカにしたらただじゃ済まさねえ。くたばれクズ野郎、たっぷり苦しんでな。お前もだ、ハゲ頭。誰がハゲだってめえ、ぶっ殺すぞ。娘の頭ぶち抜くぞ。聞こえてんのか、ウェイド。こいつ絶対許さねえ。お前だけは絶対許さねえ。絶対許さねえ。お前だけは絶対に殺す。後で覚えとけ。ホープ、サウスダコタか。ずいぶん遠くまで来たものだな。立っちまった。なぜだろうな。そいつはお前の生粋のド M だからだ。だが貴様はここで死ぬ。はい、ということでローズットクリアでございます。のんきりターゲット39 全員殺すということでね、全員排除しましたので無事、クリアということで、また次回ねやっていきたいと思います。今回はご視聴ありがとうございました。次会う時は暗殺の高みだ。